ちょっとあのまたイレギュラーな曲をやってみたいと。またあの先ほどやった天城の幽霊の曲が受けましたんで、知ってます？天城の幽霊の曲、なんか首かしげられてますか？すいません、幽霊で分かるわけないし、幽霊で分かるわけないって言われてます。僕らも天城ったら幽霊ってイメージがあります。伊豆の踊り子なんてイメージありません。もうやっぱりなんかあそこってほら夜のなんか昔ね、小学校の頃にあの下に岡畑キャンプ場ってあるんですよ、あの天城の入り口に。よくそこで肝試しであの夜中に天城越えを、あの天城トンネルを越えるっていうのがありました。そうするとなかなかあの怖いですよ。ね、実際にあの人も亡くなってるようでした、あそこ。さっき誰が亡くなったかっていう話も出たんですが、ちょっとそこはあの言ってはいけないということで、あの NG になっちゃいました。そんな天城峠、関係ないんですが、天城峠の幽霊の歌を歌った天城の季節という曲がありますので聴いてください。じゃあ行きますか。幽霊っぽいね。いいね。さっきなんかあのさっき天城の天城越えの歌でちょっと歌ってましたよね。そうだ。行きます。君を待ち続けた。
しょ、天城の幻想系で幽霊と見るか幻想と見るかは聞き手の判断だと思います。よく私は後者と言われます。あの作った時は結構ね、天城をイメージしたスローバラードってことでね、昔10年前のアルバムにこれ入れてたんですがね、みんな怖いとかお化けとか言うんですよ。どうせお前失恋ソングとお化けしかないだろうなんて言われたりするんですが、あのたまには失恋じゃない曲も1曲用意しましたというか、なんかさっきも言ったんですが、なんかあの